ドラゴンボール Z ソリッドエッジワークスザ・出陣18ジース、ギニューに続き2体目になりますね。中はカタカタ言うけど重心は動かないんじゃないかな。表の下重心ですけれども、なんか右に寄ってる気がする。表の右下重心かな。はい、こちらがジース本体と台座と支柱。今回もクリアパーツ、ありがたいですね。じゃあ組んでいきましょう。はい、組んでいきました。今回ね、ブースに展示されてるのも僕見ないようにしてるんですよ。開封したてのこの製品版、新鮮な気持ちで見たいからね。すごい感動してます。では細かく見ていきましょう。で、今回もね、支柱に加えて足の裏にもね、こうやってドッキングするんで安定感が増しますね。ギニューもそうだったんですよね。ここら辺の気遣いは嬉しいですよ。で、クリアパーツ、ありがたいですね。はい、まずは顔から見ていきましょう。あのね、スカウターのこの絶妙なレンズ具合っていうの、すごいよね。まあ、クリアパーツってそうなのかもしれないけど、多分ね、クリア面積がね、小さいと、こうやってレンズっぽさが増すのかな？わからない。すごい的外れなこと言ってたら申し訳ない。すっげえ似てるわ。これジースだわ。で、口のね、奥の造形は、ギニューほどね、奥の方までリアルな造形にはなってない。ギニューちょっとすごかったから、喉ピーまでね、造形されてたけど、ジースはね、ぼちぼちって感じですね。ただ全然ね、よくあるじゃないですか。奥行きが全然ない。なんか、ね。それに比べたらもう十分ですよ。で、この赤い肌もね、ツヤが落ちてるんで、テカテカ感全然ないです。ここまでアップにしてライティングしてても、反射テカテカしてないじゃないですか。全然いいですよ。で、髪の毛がすごいね。人造人間20号はとは言わないけど、一番くじの。でもなんかそれに近しいというかね、すごいよ、この毛束一本一本のね、この彫り込みというかね。すごいよくできてる。でね、一個ね、感動したっていうかね、いいなと思ったのがね、プライズフィギュアってよくさ、髪の毛の前の方と後ろの方でさ、継ぎ目があるじゃないですか。あるんですけれども、毛束でね、うまいこと隠れてるんで、あるんですけれども全然目立たない。こんなに至近距離でね、ズームアップしてね、こうやって見てようやく、ああ、あるなって感じ。肉眼で見てこれ、全然目立たないんですよ、ほら。で、こっち左手で継ぎ目の部分隠れてるんで、すごい考えられてますよ。考えられてますよっていうか、まあ、こういうポーズだから、まあ、自動的に隠れたのかもしんないですけれども、まあ、でもね、嬉しいですね、こういったところ。本当に髪の毛のね、このボリューム感とかね、絶妙ですよ、ほら。まさにジース。これはジースだわ。いや、本当スカウターの作りとか彩色細かいね。結構こういうところもね、手間になっちゃうんですよね。で、戦闘服の方ですね。このブラウン系の部分、明るいブラウンの部分が塗装されていてって感じですね。で、この胸元のマークの部分はプリントなのかな、これ塗られてんのかな、ちょっとよくわかんないですけど、はみ出しとか全然ないんでいいですね。浮いた感じもしないですね。で、質感、戦闘服の質感ですね。ところどころこうやってシワでいいのかな、これは。そういったものが入ってるんでね、スルッとしてないんですよね。アクセントが効いてていいと思いますね。で、お腹部分もこうやって色が入ってますね。明るいブラウン、ライトブラウン、もっと明るいな。で、腕の方ですね。右手は、ポージング決めてるんで、こういう感じでね。おお、この手のひら造形いいね。くっきりしてるね。ビシッとね、ポージング決めてるから造形もビシッとしているっていうかね、くっきりした造形になってる。彫り込みがね、それはこのポージングにとても合ってますね。手の甲の方もね、と言いつつ、手の甲の何て言うんだろうな、この筋というか、そこら辺はうっすらなんですよね。決めるところは決めてるって感じですね。左手の方、左手もね、くっきりしてるね。ビシッと、本当にビシッとっていう言葉が似合うね。まあ、こういう感じですね。手のひらは本当に写しづらいんですけれども、しっかりね、造形されてますよ。関節のシワとか、手のひらの手相のシワとかね。で、グローブ自体のシワっていうかね、ちょっとゆとりがある部分とかもね、しっかり造形されてシワが入ってますね。で、ジースですね。まあもちろん戦闘民族だからそれなりに筋肉はついてるんですけれども、まあムキムキキャラほどではないですね。程よい筋肉って感じですね。こういう感じで。なので、彫り込みもね、そこまで深くはないんですよね。まあ、もちろん戦闘服を着ているんでね、まあ、それでちょっとね、マイルドなね、筋肉の浮き出具合になってるかもしれないですけれどもね。まあ、こういった感じですね。肩アーマーの裏側もしっかりこうやって色が入ってて造形もされてますし、
よくできてますね。ここら辺の彫り込みもね、大変だと思うんだよね。こういう目柄ですよね。背中の方にも入ってるしね。で、パンツがこういう感じですね。まあ黒い部分ね、そうそうそう、とてもマットですね、成型色ではあるんですけれどもね。で、足の方、まあ、肌が露出している部分は全然テカテカしてなくて、あ、でもこうやって見るとね、露出している肌の筋肉も、まあ、ほどほどのね、筋肉のつき具合ですね、なので彫り込み自体も、マイルド、本当にマイルドですね。で、ここら辺のね、調整というかね、このキャラクターの筋肉はこのくらいっていうね、そこら辺の造形がね、本当にね、絶妙でね、うまいですよね。で、膝小僧、すごいね、今回の膝小僧はだいぶ丸みを帯びてるね。六角形とも言い難いよ、これは。なるほどね。あ、伸ばしている方はそうだよね。こっちはね、割とくっきり出るもんね。でもね、割とマイルドなね、膝小僧六角形ですね。そうだよね、こっちは曲げてるからね。それはちょっと丸みを帯びるわけだよね。で、ブーツの方ですね。ブーツの方ね、ちゃんとブーツの裏まで造形されてて、この黒い点は何だろうね。まあいいや。そうそう、こうやってちゃんと造形されてるんですよね。線が入ってますね。柄ですね。で、背中の方は、まあ、最初に話した通り髪の毛がね、素晴らしい造形ですよ、これ本当に。本当に20号を彷彿とさせるよね。彷彿とさせる、超言いにくい。で、髪の毛で隠れている戦闘服、背中側もしっかり造形されていますね。でもちょっと隙間はありますよね。で、足の方はこういった感じになってます。で、こちらが約15センチになりますね。で、ギニューと並べるとこういう感じですね。もちろん5人揃ってあのポーズが完成するわけですけれども、まあ、原作ではね、この2人ですからね。いいですよね。原作シーン的にはある意味これで完成形とも言えるっちゃ言えるけど、まあ、やはりね、あの扉絵の5人揃ったね、スペシャルファイティングポーズも揃えたいところですよね。本当にね、出陣、歩くことをやめた出陣ですよ。まあ、もちろんこれも出陣ではあるね。テーマ性としては確かに合ってる。だ、本当にギニュー特選隊のこのポーズで選んできた。でね、たまにね、サイズがちっちゃいとか言ってる人がいるんだけど、これ5人揃えたら結構ね、スペース圧迫するよ。だからこのサイズ感がちょうどいいですね。僕は本当にこのサイズで正しいと思いますね。正しいっていうか、僕の好みとしてはね。まあなんせ一番くじがね、あのすだち、かなりでかいからね。あえてサイズを分けることでディスプレイに花が出るんですよ。フィギュアっていうものはね、でかければいいってもんじゃないんですよ。むしろでかくしちゃったらコストが厳しくなるからね。それこそね、造形にしろ彩色にしろもっとチープなもんになってたと思うよ。このサイズだからこのクオリティはなされてるんですよね。まあ、もちろんね、あの原型師さんの彩色師さんも素晴らしい方々だからね、まあ、それ実力あってのことですけれどもって感じですね。まあ、これはもうおすすめも何もね、ゲットしなきゃいかんですよ。早くゲットしに行ってください。ということで、今回はドラゴンボール Z ソリッドエッジワークスザ出陣18ジースですね、こちらの開封レビューを行っていきました。ご視聴ありがとうございました。